それでは今からポピパとアフターグロー合同で挑戦状に書いてあった4体の手下を探したいと思います。ああ、それにしても怪盗ハロウィンって一体何者なんだろうね。もしかしたら正体はお化けだったりして、謎解きに夢中な私たちを連れ去るつもりだ。怖くなってきたし、やめとこうかな。いやいや、そんなわけないって。それに手下を探していくうちに怪盗ハロウィンの正体もわかるかもだしな。地図を見た感じ、ショッピングモールには2つあるんだよね。ジャックニャーランタンとカボチャシスターズ。私たちはジャックニャーランタンを探すんだよね。猫っぽいジャックオーランタンか。まあそんなにすぐ見つかるとは思えないし、根気よく探してみますか。こんなにたくさんジャックオーランタンがあるしな。猫っぽいやつ、猫っぽいやつ。あ、もしかしてあれじゃないか。まだ私何もしてないのに。トモエ、見つけるの早すぎ。私もだよ。それでそれで、何か手がかりあった？さっきのとは別の地図みたいだな。あ、それとメモ帳も落ちてる。え？メモ帳？おお、もしかしてそのメモ帳に次の手がかりが書いてあるんじゃない？早速中を見てみようよ。そのメモ帳はもしかしたら